三菱、トップ BJ 三菱、トップ BJ ワイドトップ BJ ワイドは三菱自動車工業が製造、販売していたトールワゴンタイプの乗用車である。コンパクトトールワゴンのブームに相乗してミラージュディンゴとトップ BJ の中間車種として発売された。BJ をベースに大型バンパー、樹脂製オーバーフェンダー、専用の異ラン系ヘッドランプを装着し、 エンジンもパジェロジュニアに搭載されていた 1100cc、4A31 型サエ 1C16 バルブエンジンを使用し、小型乗用車登録とした。キャビン部分は BJ と同じだが、リアドアドリムの形状変更で、後席3人掛けを可能としたため、5名乗車となっている。1グレードのみで、FF とフルタイム 4WD が用意。トランスミッションは4足 AT のみの設定。 続きワゴン r ワ i ド、ワゴン r プラスとコンセプトが類似している軽自動車派生のコンパクトトールワゴンであったが、ワゴン r ワ i ド、ワゴン r プラスと違って、室内幅は拡大しておらず軽モデルのトップ BJ と全く同じ幅の上に高い車高を活かしていない、居住性、中途半端な排気量のため自動車税が高くなってしまうなど、全般的には無駄になってしまった部分が多い。 ブリースターフェンダーによる悪の強い外観も受け入れられず、その結果2001年3月末までに生産中止となった。ありがとうございます。